はい。では始めたいと思います。で、先週4つの言説に関するご質問が出ましたので、今日は主に、その4つの言説の説明に当てたいと思います。で、4つの言説というのは、図をお見せしますけども、はい。これが4つの言説の図になります。で、この4つの言説は、ちょっと今、シェアをストップしますけども、4つの言説のこの図は、このセミレールの17巻ですね。1969年、から70年にかけて行われた、セミレールの第17巻、ランベール・ド・ラ・ピスカナリーズですね。精神分析の裏という、と題された、セミネールにおいて、これの冒頭から、ラカンは、4つの言説を導入しています。まあ、ですから、当然、69年の夏の間に、このシェーマをラカンは作り上げたはずですけども、この69年、から70年に行われた、このセミネールの17巻において初めて導入されました。で、ついでに説明しておくと、この写真は、ダニエル・コーン・バンディっていう、その後、あれはヨーロッパ議会でしたかね、の議員になる、政治家になる、人の、若い時の写真で、これ、この写真が撮られたのは、1968年ですね、ソルボンヌの前、後ろに見えてる建物なんですが、ソルボンヌの建物のはずですけども、そこで、機動隊を睨みつけてる、若きダニエル・コーン・バンディですね。で、これは、68年の、記念碑的な、それを象徴する写真、だと言われています。で、まあ、時代は、時代というか、年は、68年じゃなくて、これ69年、70年のセミネールですけども、ジャッカラ・ミレーは、この写真を選んで、この表紙にしてますね。で、もう一度戻りますけども。で、いきなり、このシェーマをラカンが提示して、なので、聴衆もちょっと度肝を抜かれたことだろうと思いますけども、この4つの言説というのは、この4つの座がありますね。で、4つの座、左上が、ラジャン、能動者から、右上がロートル、他者から、左下がラベリテ、真理、それから右下がラプロデュクシオン、生産と定義され、そして、この4つの座に4つの項が配置されるんですけども、この4つの項の S1 がシニフィアンメイト、支配者長寿祖、S2 がサボワー、知、知ることの、知るっていう時の知ですね。S バレーがシゲ、主体ですね。で、プティッターが、これ、通常、今までの、ラカンの、教えの中では、このオブジェプティッター、もっぱらオブジェプティッター、客体プティッターと、客体アーと言われてたんですけども、ここでは、ルプリドジュイヨと定義されています。ジョイヨエツと、訳してますけども、ルプリドジュイヨですね。で、この奇妙な、ルプリドジュイヨっていう表現は、もちろん、ラカンの造語で、で、ラカンはどこからこの表現を思いついたかっていうと、プリスバリューですね。マルクスの、常用価値。ドイツ語だとメーアベルトになりますけども、そこから、このプリドジュイヨという表現を作り出しています。で、これは実際、常用価値と同じもんだと、いうふうにラカンは言ってますね。で、そしてこの4つの言説のシェーマ、このシェーマは、
セミレの17巻に直接は表示されていなくてですね、この図が見出されるのは、ラディオフォニーという1970年のテクストの一番最後のところに、この図が見出されます。で、ただし、この、オートゼクリの、このオートゼクリですね、エクリは、1966年に、当然、ラカンの生前に出版されたんですけども、このオートゼクリはラカンの没後、ジャクラ・ミネルが編纂して、出版されています。これはですから、1966年以降の、ラカンのテクストを収録しています。で、このオートゼクリの中に、ラディオフォニーのテクストも入っていますね。うん、で、このオートゼクリの447ページにこの図が出てるんですけども、ただ、そこの図にはちょっと5色、まあおそらく5色だと思いますけども、5色があって、その5色に気がつかないと、5色ってのはちょうどこの図を説明する、短い文の中に5色があるので、それが5色であることに気がつかないと、この447ページの図だけ見てると、理解を間違えます。で、これは5色であるということは、ジャッカラ・ミレルも、多分指摘したことはないだろうと思いますけども。まあ、ここでは、その5色は、再現はしていないので、いいのですが。で、ラカンは、この、4つの言説、このディスクール・デ・リステリック、ヒステリカの言説ですね。からディスクール・デ・メイト、支配者の言説。ディスクール・デ・ユニベラシテ、大学の言説。で、そして最後に、ディスクール・デ・アナリスト、分析家の言説。と名付けたこの4つの言説に、の総合に、この方向性をつけてるんですね。で、ラカンはここから出発します。ラカンは、このディスクロリメートル、支配者の言説から出発して、で、この矢印の方向が、をラカンは、プログレと言ってます。まあ、進歩、あるいはその前進ですね。前へ進むこと。ですから、ディスクロリメートルから、ディスクロリユニベルシティ。で、そして、ディスクロリユニベルシティから、ディスクロリアナリストへと、前進ないし進歩していきますね。で、それに対して、ディスクオリメートルからディスクオリリステリックへは、まあ、これ、矢印が逆の方向に進むことになるので、対抗ですね。レグレッション。レグレッション。英語だとリグレッションですね。対抗する。精神分析で、要するに、発達段階論の、より発達した段階から、より発達していない段階への動きを、対抗、リグレッション、レグレッションって言いますけども、それの、レグレッションですね、対抗ですね。で、支配者の言説からヒステリカの言説への動きは、こっちの動きは、ですから対抗の動きなんですね。後戻りですね、後戻り。で、こっちの矢印の方向は、ですから、プログレですね、前進、あるいはその進歩である。で、まあ、なぜそれがそうであるのか、また説明しますけども。で、一体この、分数のような、ですから、まあ、最初みんなこれ見ると、これ分数に見えますよね。分数みたいに見えますけども、これは実は分数ではなくて、何を、意味しているかというと、この領域を、トポロジックなこの領域を分け隔てていると。ということを示しているんですが、そのことに、そのことをこう、うまくですね、システマティックに説明した人は実は、いません。要するに、その、トポロジックな、ものと、それからこのマテマティックなものですね。マテマティックといっても、この数学的という意味ではなくて、このラカンのこの用いる記号のことをマテームと言いますけども、そのマテームの形容詞
マテマティック。ですから、マテム的。まあ、マテムのことを学素と訳してますから、この学素的な、もの。で、この四つの言説って何ですか、そのラカンのマテマティックな、あの学素的な図式の、見てみれば頂点ですね。で、それに対して、閉じられた平面。この、投射平面ですね。あるいはその、クロスキャップ。これがですから、閉じられた局面のトポロジーですね。で、それから、ボロメオ結びのトポロジー。このトポロジックなものと、それからこのマテマティックなものを関連づけるってことは、実は、ジャカダ・ミエルも、やっていません。やっていないというか、まあ、ジャカダ・ミエルはそれを試みてるんですけども、で、それは、このアリエナシオンの、このアリエナシオンの図から出発してですね、ジャカダ・ミエルもそれを試みてはいるんですけども、あまりうまくいってないですね。で、私がですから、こういうふうに、マテマティックな、ラカンの教えにおけるマテマティックなものとトポロジックなものをどう関連づけるか、という問題意識を持ったのは、そのジャクラ・ミエルが試みていることでは、どうもうまくいかないから、だったんですね。それがきっかけでした。で、で、特にアリエナシオンとセパガシオンの問題ですね。まあちょっと、あんまり先走らないで順々に説明していきますけども。で、この図は、ラカンの セミネールの11巻ですね。ラカンがセミネールの11巻で提示している、アリエナシオンの図をちょっと発展させたもの、もう少し工夫したものですね。で、セミネルの11巻において提示されているアリエナシオンの図は、これです。で、他の場所。こちらが他の場所ですね。で、こちらが主体であって、で、この2つの円の重なり合いのところに、それぞれ存在、レートから、ノンサンスから、サンス、無意味から意味ですね、というタームが位置づけられています。で、これがアリエナシオンの構造である、いうふうに画家は言ってるんですけども、で、同じセミネルの11巻において、ラカンはそのアリエナシオン、から、セパラシオン、分離へと、いうことを言ってるんですけども、この分離に関しては、ラカンはセミネルの11巻では、はっきりと図を提示していないんですね。で、ジャカラ・ミエルの、が講義の中で、彼の講義の中で、提示したのは、じゃあ、この図を使って、アリエナシオンとセパラシオンはどのように、図式化することができるかと。その説明をジャカラ・ミエルは講義で、試みたんですけども、まあ、結局、その、ですから、ジャカラ・ミエルが提示している図式化に従っても、どうもうまく、ラカンのテクストを読み解くことができない。で、セミネルの13巻、11巻の2年後ですね、セミネルの13巻において、ロブジェ・ド・ラ・プシカナリーズというタイトルの、セミネルですけども、そこにおいてラカンは、アリエナシオンの構造を図式化するものとして、この図を挙げています。セミネルの13巻の冒頭においてこの図を挙げていますね。で、これ若干違うわけですけども、この右側が他で、ウリュードロートで、で、左側が主体であるというのは同じなんですけども、この存在となってたところが、真理、ラベリテになってますね。で、ここにルサンスと、が置かれてたところにはルサボワー、知の置かれる。で、この真ん中の領域は、オブジェプティターの穴である。ルトゥードルオブジェプティター。単純に
セミナルの13巻に提示されている、提示、まあ、セミナルの13巻まだ出てないんですけども、スタッフやら版などで提示されている図には、ここは単純にオブジェプティッターと、プティッターとだけ、書かれてるんですけども、中のテクストを読むと、そのオブジェプティッターは、穴としてのオブジェプティッターであると。穴であるものとしてのオブジェクティッターと言ってるんですね。で、これが、手がかりになります。で、ですから、この穴ですね。真ん中とか実はこれ穴なんですね。で、オブジェクティッターが穴であるということは、プティッターが、その要するにこの穴の縁をなしていると。そういうふうに理解することができます。穴の縁ですから、まあ、要するに、それは、穴だと。オブジェクティッターが穴をなしていると言ってもいいわけですね。で、ラカンはこの真ん中の穴のことを、まあ、穴と言ったり、あるいは切れ目と言ったりもして、この他の領域と、それからその主体の領域の間の、これは切れ目であるという言い方もしてます。このラクピュアという単語は、通常、切ること、切断ですね。クペというのが、切るという動詞で、それの名詞ですから、切断と訳されたりもしてますけども、クピュアですね。ただこの切断って訳しちゃうと、あまり意味がうまく取れないですね。ここは穴に合わせて、ですからこのクピュアは切れ目というふうに訳すといいと思います。同様に、ですから、主体の分裂という言い方をしてますけども、そのラディビジオンですね。ラディビジオンデュシュジェという言い方をラカンはしますけども、主体の分裂という言い方をしますけども、そのディビジオンという語も、ですから分裂と訳するよりは、場合によって裂け目と訳す方が分かりやすいこともあります。分裂、裂けるですね。ですから、その分裂した、分裂すると、ですから、一方と他方に、例えば、こちらの地と、それからその、存在の方に分裂すると。一つのものが二つのものに分裂するという、イメージを我々は持ちますけども、むしろこの、ラカが注目しているのは、その分裂を条件付ける裂け目。切れ目と同様、この裂け目、要するに穴。ですから、そのディビジオンに関しても、クーピオーと同様に、切断とか、その分裂と訳さずに、切れ目とか、その裂け目というふうに訳す方が、わかりやすい。すんなり理解できる。そういう場合があります。で、ラディビジオンディシジェ、主体の分裂と訳するよりは、その主体の裂け目と訳す方が、わかりやすい。意味が通るって言いますかね。理解しやすい。まあ、ラカンのテクストを読むときには、そのことはちょっと念頭に置いておいてください。で、ラカンが、いかにしてこの、知とその真理との分裂という構造に思い至ったかというと、それはヘーゲルの、精神の現象学からなんですね。で、ヘーゲルは、精神の現象学の中で、このヴィッセン、知と、それからこのバーハイと、真理との、まあ、分離、トレンドングという語を使ってますけども、まあ、トレンドングという語は通常分離と訳されるんですけども、でも、で、それに対して分裂はシュパルトゥングですけども、でもここでは、ヴィッセンとバーハイと、知と真理との、その分離、トレンドングという表現を、もうシュパルトゥング、分裂と、同じ意味で取っておいて、いいだろうと思います。で、この知とその真理との分裂、それが、弁証法的過程を動かすものであるということを、ヘーゲルは言ってます。ですから、この分裂によって、ですから、分裂という事態と、要するにその裂け目を、によって条件付けられるわけですけども、この知と真理との間の裂け目、この裂け目が、
このベベーゲンです。この弁証法的な過程を動かすものである。弁証法的な過程の原動力である。そういう言い方を、ヘーゲルはしてますね。で、そして、この、ですから、知とその真理との分裂、あるいはその裂け目、これが解消されたときに、精神の現象学は集結すると。精神の現象学のその弁証法的な過程は集結する。そうヘーゲルは言ってるんですね。で、ヘーゲルはですから、その精神の現象学において、その弁証法的な過程のこの知と真理との分裂のその弁証法的な、その分裂をその解消しようとする、克服しようとする、弁証法的な過程の一番最後に何を持ってくるかっていうと、有名な絶対値ね。Absolute Wissen。で、ですから分裂が、この裂け目が解消されて、で、知と真理が一致して、で、その絶対値が成立する。それが、精神の現象学の大まかな過程ですね。で、ヘーゲルはですから、この裂け目に関しては、例えばその知と真理の運具合批判、両者が等しくない、不等号ですね。で、あるいはその知と真理との運たらしい、これ差異ですね。で、そしてこれはそのネガティブです。否定的なものであると言ったり、あるいはそのマンゲル、欠如であると言ったりもしてます。で、これ、運具合批判と運たらしいとネガティブです。出すネガティブですね。それからマンゲル、ベベーゲンです。これみんなこのですか、この裂け目、をヘーゲルはそのように様々な表現で、名付けている。そういうふうに、我々は読むことができます。で、ラカンですから、これをもとにして、このヘーゲルのこの知と真理との分裂という構造をもとにして、このアリエナシオの構造を、まあ、形式化したわけ、図式化したわけですね。で、ヘーゲルによっては、まあ、この穴の、この裂け目の縁のことは、まあ、特に言及されていないわけですけども、ラカンはここに、オブジェクティターを持ってきたわけですね。ここにオブジェクティターを持ってきた。で、この構造、に、この穴を塞ぐものとしてのシニフィアンメーソン、支配者超実を持ってくると、この大学の言説の構造が得られることになります。で、これは、まあ、何度かお見せしましたけども、まず、現象においてこの穴がある。で、これは還元不可能な穴ですね。塞ぐことも隠すことも実は不可能な、穴が、出発点において開いていると。で、この穴を、しかし、塞ぐものとして、この S 案が想定されます。支配者超実ですね。シンフィアンメイト。で、哲学史においては、ハイデッガーは、それは、プラトンのイデアである。まず最初にはっきりと、この穴塞ぎとして想定されたのは、プラトンのイデアである、というふうに見て取っています。で、このイデアが、この穴を塞ぐことによって、何が起こるかというと、この主体の穴は、現象的な主体の穴は、まあ、フロイトの表現を使えば、現象排斥される。ウアフェアドレンされるわけですね。で、この穴はですから、この S1 によって、塞がれることによって、S1 によるその閉塞によってですね、穴塞ぎによって、この S バレの穴は、この平面の、言ってみれば、向こう側へ、隠されてしまう。排斥されて、我々の目から見えないところへ、隠されてしまいます。で、穴の縁に、このオブジェクティターが、増殖してくると。この穴の言ってみれば痕跡としてですね。で、そして、この穴が、そこに開いてるところの局面に、エズドゥ、知が、位置づけられる。で、これによってですから、現象的な穴が、イデア的なものによって塞がれて、大学の言説の構造が、成立するということになります。
で、この S 払いは、ここではまあ S 欄の下に書いてありますけども、実はまあこれ隠されちゃう、隠されちゃうんですね。S 欄によって隠されてしまって、本当はまあ、我々の目から見えないところに、排斥されてしまうわけですけども、それだとちょっと、わかりにくいので、ここに S 払いを S 欄の下に書いてありますけども、で、この構造が、大学の言説の構造であり、そしてこのアリエナシオン、異常の構造ですね。で、この S バレも、まあ、一応目に見える形で示すために、ラカンはですから、この、2つの円、重なり合っている、部分的に重なり合っている2つの円の図、集合、商法的な集合論で、使われるベン、ベンダイアグラムと、英語ではベンダイアグラムと言ってますけども、それを応用したものをもう、ですね、この2つの円が重なっている。で、ただし、その集合論ではですから、その、円は1つの集合を表して、で、この重なり合っている部分というのは、ですから、この2つの集合の、共通要素ですね、2つの集合に共通している要素が、この領域に位置づけられるということになるわけですけども、この、ラカンのこの図では、この重なり合いの部分っていうのは、実はむしろ裂け目なんですね。重なり合ってるんじゃなくて、そこは穴が位置づけられる。裂け目が位置づけられる。で、そしてその裂け目の、あるいはその穴のエッジ、縁が重要になってきます。さっきのこの、セミナリの11巻に提示されているようなこの図だと、必ずしもこの裂け目のこの、縁、エッジは強調されてないわけですけども、このエッジを、まあ、強調することが一工夫ですね。単純にこのセミナリの13巻において、提示されていた図でも、ここはまあプティッターと、表示されているだけで、知と真理と、それからプティッターが表示されているだけで、それだと、まあ、あたかもこのオブジェプティッターがこの穴を塞いでいるかのように見えるわけですけども、そうじゃなくて、このオブジェプティッターそのものが穴であるというふうにラカンは言っている。で、そのことを、まあ、ですから、このプティッターはこの穴のエッジを成しているというふうに読み取ることが、鍵になってきますね。で、穴のところは、この S 案によって、塞がれる。で、その穴のエッジのところにオブジェプティッターが位置づけられて、で、この主体は、S バレーは、S 案によって、この、現象排斥される。で、もう隠された、隠されてしまう。で、そして、地が、この、他の領域ですね。他の場所。他の場所に地が位置づけられる。こちらが他の場所で、こっちがですから主体ですね。で、これがこの大学の言説の構造になります。まあ、色分けが、4つの色の使い方は、一貫しているので、この S ドゥがですから、この水色の青の領域ですね。で、S アンがこの黄色の領域。この穴塞ぎの領域。で、緑色のプティッターがこのエッジですね。で、そしてこの赤の S バレー。これがエクシストンスの座に隠された主体。で、この4つの色分けは、少なくとも私の説明においては、常に一貫しているので、まあ、わかりにくくなった時には色をとにかく思い出してください。で、そうですね。まあ、これも、で、それで、この、アリエナシオンの構造と、それから今度は、じゃあ、この、当社平面とはどのように関連付けられるのか、ということですね。で、当社平面というのは、この、ディスク、一枚の円盤と、それから、この、メビウスの帯の縁を、一致させることによって得られます。で、ちょっと円盤だとちょっとわかりにくいので、この円盤と、ホメオモルファスな、位相同型的な、このアナーキ球面をここでは、提示してますけども、
この穴あき球面と、円盤ですね、単純な円盤とは、トポロジックには、トポロジカルには、同じものだとみなすことができます。要するに、その連続的に変形させていくことによって、円盤からこの穴あき球面へと移行することができますね。で、逆にですが、この穴あき球面を、この平らにしてってやれば円盤になるわけですね。で、この円盤の縁が、この穴の縁になるわけで、ここ穴開いてると思ってくださいね。まあ、これ S 段で、まあ、実は塞がれるわけですけども、S 段によって塞がれるこの穴、そのエッジ、ね、このエッジと、このメビウスの帯のエッジを一致させることによって、透射平面が、閉じられた平面としての、この透射平面が得られます。で、ラカンは、クロスキャップの図を、セミネイルの Q 感なので、もうちょっと違う仕方で描いてますけども、まあ、ここではもう、Q の、この一部を、鉗子で挟んで潰したようなものとして、クロスキャップを、透射平面を表現していますけども、で、ラカンはこの Q ではない、球のようだけども球ではないこの局面のことを、アスフェールというふうに、これもまあ、ラカンのネオロジスですけども、読んでる、アスフェールという。で、これはですから、ここに見えてるのは、この、穴あき球面、この青い部分ですね。と、それからこの、エッジが部分的に見えてる。で、この S1 が位置づけられる穴の領域と、それからこの、S バレーは主体が位置づけられるこの赤い、メビウス曲面は、この三次元空間の中では描くことはできないわけですね。我々の目からは、この三次元、空間の中に住んでいる我々からは見えないところに、この穴とそれからメビウス曲面は、隠されてしまう。で、それをしかし、この、適当に切れ目を入れて二つに分けてやると、分離してやると、こういうふうに、穴あき球面ないしディスクと、それからこのメビウスの帯というふうに二つに分かれて、まあ我々の目からも見えるようになるんですね。で、ラカンがですから、セミネイルの Q 感で、この透射平面をクロスキャップの形で導入したときに、ラカンはですから早速そこに切れ目を入れるということをやってみせています。で、まあおそらくは時代の聴衆も一体ラカンが何をやろうとしてるんだか、おそらく分かんなかったんだろうと思いますけども、まあ、とにかくこの切れ目を入れることによって、この二つを分けて、で、ですからこの、まあ、ここでは、これは、アリエナシオンですけども、まあ、こちらの図を見るで、ね。で、ですからこの切れ目を入れることによって、このアリエナシオンの構造から、セパラシオンの構造へと、構造を変えることができるということを、ラカンはセミエルの Q 感で初めてやってみせたわけですね。まだ時にはしかし、セパラシオンという、アリエナシオンとセパラシオンというその用語は使われていない、いなかったと思いますけども、この閉じられた、局面である、このクロスキャップ、あるいはその透射平面に切れ目を入れて、穴あき球面と、それからメビウスの糸に分ける、分離させる、セパラシオンですね、分離させる。で、それによって、このまあ、後にラカンですから、大学の言説と呼ぶことになる構造から、分析家の言説と呼ぶことになる構造への構造転換を、まあ、分かりやすく提示する。まあ、ラカンとしては当然ながら、その分かりやすくするためにそういう工夫をしたわけですけども、それがなかったら、非常にもう抽象的な話になってしまうんですね。要するに、分析の終わりにおいて、ある種のその構造変化が、構造転換が起こらなければならない。で、それをですから、その言葉だけで説明しようとすると、本当にもう雲をつかむような話になってしまうわけですけども、こうやってその目に見える、もので、示してやれば、あんまりその抽象的な思考に慣れていない精神分析家たちでも、わかるだろうと思って、まあ、ラカンはですから、それこそ親切心を持ってこういう図を提示したわけですけども、そうすると、ますますわけがわかんないみたいなこの反応しか、聴衆から返ってこなかったわけですが、
で、まあ、大体羅漢の、古くからの弟子たちは、この羅漢がこういう図を、使うようになると、結構並行してたみたいですね。もっとちゃんと言葉で説明してくれ、みたいな、ことを、言っていたようですけども、前に名前言及したオクタヴ・マノーニですね。オクタヴ・マノーニは、羅漢とほぼ同い年で、しかし、オクタヴ・マノーニは、精神科医ではなかったので、精神分析の臨床に入ったのは、だいぶ後になってからですけども、ほぼ同い年の羅漢から、教育分析を受けて、で、分析家になって、で、羅漢のセミネールにはですから、もう最初からずっと最後まで、参加していたわけですけども、昔の50年代前半の羅漢はとても良かった。特にセミネールの第3巻、1953年、54年のセミネールの第3巻は素晴らしかった。頃の羅漢は、こんなへんてこりんな図を提示しなかったし、特にこの一番わけのわからないこのボロ目を結びみたいなものは使わないで、全部言葉で語り、しかもものすごい力強く語っていて、あの頃の羅漢というのは本当に良かったみたいなこと、羅漢が亡くなった時に回想してるんですけども。まあでも我々としては、この図に慣れてしまえばですね、慣れてしまうと、これがないと、むしろ分かりにくい。し、これがあればこそ、説明しようのないものを、提示することができるわけですね。で、分離といったら、ありえなし性においては、塞がれてたものが、閉じていたものが、この分離、切れ目を入れることによって、分離して、で、こういうふうに分離して、で、穴が、現れてくるんだと。まあ、そういうふうに、目に見える形で、提示することができるわけですね。で、とにかく、こういうトポロジックなものと、それからこの記号の、このマテマティックなものとを、関連づける。この努力が、私にとってはかなり重要な努力だったんですね。ハイデガーとラカンにおいて提示しているのは、もっぱらこのですから、マテマティックなものと、そのトポロジックなものを関連づける。そしてそれによって、どのようにラカンを読み解くことができるかと。そのことを示しています。ハイデガーとラカンですね。まあ、その説明がどの程度皆さんに分かっていただけるかはまたちょっと別問題ですけども。で、4つの言説。ですから、マテマティックな形においては、ですから、これになるわけですけども、これをですから、このアリエナシオの図ですね。ベン図用のものを使って提示すると、ですから、ここがヒステリカの言説ですね。で、支配者の言説。で、支配者の言説をラカンが、最も現象的なものとして捉えているのは、まさにこのエスバレの穴が、穴の位置に来るからですね。裂け目の位置に来るからですね。ラカンはですから、このディスク、支配者の言説をもって、この最初のエスバレの穴の構造が示されているというふうに、捉えています。まあそういうふうに提示しています。この現象的な穴は、この支配者の言説において、示されている。このエスバレの穴が、まさにこの穴の位置に来ているわけですね。ここから出発するんだ。ここから出発して、ヒステリカの言説へは対抗と。逆向きの方向へ対抗と。で、支配者の言説から出発して、大学の言説へ、行き、そして大学の言説から分析家の言説へと構造転換が起こる。まあ、こういうふうに示すことができますね。で、この最初の図で、まあ、前回も特にご質問があったのが、このアンポシビリティ、それからアンピッションスですね。この不可能と、それから不能。アンピッションスというのは、これは明らかに性的な意味での不能というニュアンスが込められています。で、
このアンポシビリティとアンピュソンスに関する説明は、このラディオフォニーの中でなされていますね。で、このラディオフォニーのクエスチョンセット、質問7というところで質問者が、その支配すること、それから教育すること、そして、精神分析することは、3つの不可能な課題だと。いうふうに質問を切り出しているんですけども、これは、フロイトが言ってることなんですね。フロイトが、1937年の、The Entwicklung und die Unentwicklung Analyse、終わりのある分析と終わりのない分析と題された、テクストの中で、それの最後の方で、言ってることです。で、精神分析すること、das Analysieren。これは、不可能な、まあ、仕事である。unmögliche Beruf。不可能な仕事、いくつかのその不可能な仕事、要するにその、完全に達成することができない、仕事の一つである。で、フロイトはそこで、ですから、その、教育すること、das Erziehen。それから、支配すること、das Regieren。その二つと並べて、das analysieren、分析することは、不可能な仕事である。要するに、完全に達成することはできない。そういう課題だというふうに挙げています。で、まあ、教育とその支配が、不可能で、完全に教育することも完全に支配することも不可能である。まあ、これは当然そうなるわけですけども、分析、で、そしてその精神分析も完全に分析することは不可能だ。要するに必ず、その無意識的なものが、後に残ると。まあ、フロイトはまあそんなような、意味合いで言ってるわけですけども、精神分析することが、完全に精神分析することが、不可能であるということは、実は何によっているかというと、この、当然ながら、この穴にあるわけですね。原初的な、原初論的な、この、穴。これを、塞ぐことは、不可能であるということに由来しています。で、フロイトは、まさにこの終わりある分析と終わりなき分析の一番最後のところで、精神分析は、最後、行き詰まりに陥ると。必ず行き詰まりに陥ると。そう言ってるんですね。で、その、ある程度まで精神分析が進むと、男の患者は、男性的な抗議を起こす。要するにそのファロスが、私にはファロスが、まあ言ってみれば私にはファロスがある。男なんだからファロスがあるんだと。で、これは失うことはできないと言って、抗議する。まあ男性的抗議っていうのは、アドラーが用いた表現ですけども、まあフロイトもそれを借用して、男性的抗議が、まあ、男の患者から起こってくる。で、そして、この女性の患者からは、このファロスをよこせという、抗議というか、私もファロスが欲しいという、その一種の妬みが起こってくる。で、いずれにせよ、そこから先に進むことができなくなる。要するにこのファロスを放棄することができない。なぜなら、それを放棄することは、もう耐え難い虚勢不安、ね、虚勢不安の中に突き落とされることになるから。で、ですからその虚勢不安が結局その精神分析の、限界を条件付けているのだと。で、その限界、
から先、精神分析は進むことができない、虚勢不安という、突破しようもない、岩盤みたいな岩ですね。もう、突き抜けない、取り抜けることができないような、それ以上先、トンネルを掘って進むことができないような、ものに、ぶち当たる。で、必ずですから、精神分析は、そこまで止まりであって、要するに完全に精神分析を遂行することはできないと。そういう意味のことを、同じこの終わりある分析と終わりなき分析の中で言ってるんですね。ですから、フロイトが精神分析することは不可能であると。要するに完全に精神分析を遂行することは不可能であるというとき、それは、この穴に、現象論的な穴にやはり関連づけて、我々は捉えることができるんですね。で、この穴を、一応このファロスは、塞ぐことができるものというふうにして、想定されます。このファロスは穴塞ぎが可能なものだと、そういうふうに想定される。で、この穴をファロスによって塞ぐことができると、まあ仮定するとき、ですからこの穴はファロスの欠如の穴であるという意義を得ることになる。このモアンフィですね。このマイナスの記号。で、そしてその小文字のギリシャ文字。で、そしてそのカッコ。この学祖が、欠如しているものとしてのファロスの学祖ですね。ラカンはこの1950年代のテキストではよくこのファロス、と、だけ言ってですね、このモアンフィーのことを、ファロスの欠如の穴のことを指しています。あるいはその欠如としてのファロスですね。穴として、穴をなすような、その欠如としてのファロスのことを単純にファロスと、ファリウスと言ってることがあります。特に50年代のテキストで目につきます。それは。50年代ですから後半ですね。50年代後半のテキストによってそういう表現が目につきます。結構それそのことにはっきり気がついてないと混乱しますね。読む方は混乱します。1957年、58年あたりのテキストですね。で、このファロスの欠如の穴という意義を、この否定存在論的な穴が得るというのは、要するに取りも直さず、この穴は、このファロスによって、ラカンが後にですから、この大文字のギリシャ文字の P によって記号化するところの、このファロスによって、穴を塞ぐことができると。その限りにおいて、この穴は、ファロスによって塞がれうる穴、すなわちファロスの欠如の穴という意義を、得ることになると。で、ですから、この穴は、ですから、母の身体としての他の場所ですね。に空いてる穴だと。この水色の領域が、ですから、その他の場所、ファロスが欠けているものとしての、母の身体、そういうものとしての他の場所ですね。で、他の場所には穴が開いていて、で、その穴は、まあ、ファロスで塞ぐことができる。これがですから、オイディプスコンプレックスの、最も、本質的な構造ですね。で、オイディプスコンプレックスは、要するに、この穴は、塞ぐことができるのだよと。ファロスによって、塞ぐことができるのだよと。まあ、子供に要するに信じ込ませるわけですね。子供って、男の子に対しても、女の子に対しても、ここは穴があるけども、穴は、ファロスによって、まあ、要するに、大人のファロスですね。まあ、究極的にはその父親のファロスですね。父親のファロスによって、パパのファロスによって、塞ぐことができるから、まあ、穴が開いているとしても、心配しなくていいというわけですね。で、男の子は、まあ、君も、大きくなって、パパのように大きくなれば、このファロスを持つことができるようになって、自分でちゃんとこの穴を塞ぐことができるようになるから、まあ、今は、幼い君にはできないけども、まあ、将来的にはできるようになるんだから心配しなくていいんだよと。で、女の子には、まあ、この穴は、ちゃんと大人になれば、
大人のパロスによって負担ことができるから、まあ心配しなくていいと。そういう約束をして、それを信じさせる言葉ですから、そのオイディプスコンプレックスですね。必ずしも、ですから、その息子と父親との何か葛藤とか対立とか、そういうものがオイディプスコンプレックスの本質的な要素ではないですね。オイディプスコンプレックスの本質的なものは、パロスによってこの穴は塞ぐことができると、そう信じ込ませることですね。それがオイディプスコンプレックスの本質ですね。今はできないけども、まあ、ある時、いつかできるようになる。まあ、そういう言ってみれば約束ですね。で、実はしかしこの穴を塞ぐことはできないわけですけども、でも、初めからこの穴は絶対塞ぐことはできないのだというふうに言ってしまうと、まあ、我々は絶望するしかないので、絶望しなくて済むように、穴を塞ぐことができるんだよと、いうふうに信じ込ませる。あるいはその、我々は信ずる。で、しかし、まあ、結局のところ、いつまで経っても、この穴を完全に塞ぐことのできるパロスというものが、与えられるわけではないので、このパロスを、によって穴を塞ごうとすればするほど、何が起きてくるかというと、この穴を隠すものとしてのピティッターが、どん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 増えていくわけですね。際限なく増えていくことになる。で、この図では、この赤い領域、この S バレーが、現象排斥されている、領域は、ちょっとこの図では描いていないので、それが、を描くために、ですから、その、ラカンは、ベン図のような、この図を、応用するわけですね。で、そこに、ですから、この構造を映してみると、この穴がですから、この、重なり合いの領域ですね。で、ルパリス・パトリアーカル、この大文字の P を我々は、ルパリス・パトリアーカルと呼んでおきます。この家父長パロスですね。家父長主義の家父長ですね。パトリアーカル。家父長パロス。で、それはこの、パロスの欠如の穴を塞ぐことができるものとして想定される。で、この領域はです。この領域のことをですから、このパロスの欠如の穴のことをラカンは、デジールドラメールですね。母の欲望ですね。で、まあ、オイディプスコンプレックスの観点から言うと、この、エスドゥの領域は、他の場所は、これは母の身体ですね。この母の身体の領域にこの穴が開いている。で、この、フィはこれは、ですから、S アン、シニフィアンメートル、支配者長寿素と、同じものというか、支配者長寿素の、一つのバリエーションですね。この支配者長寿素 S アンの、この S アンですから、その一口に支配者長寿素、シニフィアンメートルと言いますけども、いろんなものがあります。で、そのうちの一つが、ですから、この、カフチョパロス P ですね。それによって、この、カフチョパロス P によって、この穴が、塞がれたときに、この S アン、としてのこのパロスによって穴が塞がれたときに、この S バレーはここに現象排斥される。現象排斥される。で、欲望というときに、ですから、この S バレー、現象排斥された欲望ですね。S バレーがそれであるところの、現象排斥された欲望と、それからラカンが母の欲望と、言ってるものとを区別する必要がありますね。一口に欲望と言ってるときに、どっちのことを指しているのか、ラカンのテクストを読むときに注意しなきゃいけませんね。で、そして、この、穴を塞ぐ P に対して、この穴を隠すものとしての、オブジェクティッター、常用やつですね。ルプリズジュイが、この穴の縁のところに位置づけられる。で、そして、そこに穴の縁において増殖してくる。で、これがそのアリエナッシオンの構造ですね。
のここに。で、アリエナシーの構造であり、そしてこれが大学の学説の構造ですね。で、まあ、私はこういうふうに説明することを好みます。要するにこの穴が、塞がれる。S3 によって塞がれる。で、それによって、大学の学説の構造、すなわちアリエナシーの構造、異常の構造が成立する。これは、まあ、ハイデッガーの存在の歴史の観点との絡みにおいても、そういうふうに説明する方が、わかりやすいですね。で、ただ、ラカンは先ほども言ったように、この、支配者の言説の構造において、この、穴が、S バレが、まさにこの穴の領域に位置づけられているので、これが現象的な状態であるというふうに、提示しています。でそうこのアンポシビリティとこのアンピーソンスですね。要するにこの、何を、材料に使いますかね。そうですね。まあこの大学の学説の構造を、材料に使うとすると、大学の学説じゃない、支配者の学説ですね。支配者の学説の構造を使うとすると、この上がですから S1、S2 ですね。で、この下が S バレ、ピティタで、この上がですね、これは支配者ですから、この支配することの不可能性ですね。こっちが支配者で、こっちが奴隷ですね。まあ、支配者、従来のヘーゲルの日本語訳なんかだと、主人、ね、主人と奴隷みたいに言われてますけど、いずれにせよ、元の単語は、ヘアと、それから、どれを何でしたっけ。ドイツ語でちょっと何て言うか今忘れちゃいましたけども、メートと、それからエスクラブですね。で、この、不可能というのはどういうことかというと、支配者の言説ですね。S1 と S2。この要するに、S1 の領域に開いた穴が、この S2 がその穴の縁をなしているわけですね。で、支配することが S1 が、この、奴隷であるこの S2 を、完全に支配することができないというのはどういうこととして理解できるかというと、要するにこの S2 の穴を、完全に、解消することができないということですね。S1 が、この S2 の穴を完全に解消することができれば、めでたしめでたしになるわけですけども、しかしこの S2 の穴を S1 は塞ぎようがない。それがこの支配することの不可能だ。アンポシビリティだ。そういうふうに、トポロジックには理解することができます。で、そしてこのアンピューイスタンス、不能の方はどうなるかというと、このプティッターがこのエスバレの穴を満たすことはできないということですね、アンピューイスタンス。この常用列としてのプティッターが、この欲望としてのこのエスバレを満足させることができない。それがアンピューイスタンスですね。不能。で、ラディオフォニーのテクストの中では、ラカンは、une impuissance définie par la barrière de la jouissance と言ってます。越の障壁、越のバリアによって、規定されることの、規定される、impuissance、不能ですね。越のバリアによって、定義される不能。そういう言い方をしています。une impuissance définie par la barrière de la jouissance。で、その意味でですか、その jouissance の、jouissance、越することができないという意味での、まさにですから、不能なわけですね。
この不能というのはですから、ラカンは、ジュイサンスとの関連において、要するに、ジュイサンスできないこと、ジュイをできないことの、することができないということとしての、不能というふうに言っています。で、で、まあ、じゃあ、例えば、その、大学の言説においてはどうかというと、大学の言説においては、これは、エズドゥは地ですね。要するに、その、大学の教師の側。まあ、これは、まあ、ですから、今現在の、日本の大学なんかを思い浮かべないでくださいね。そうじゃなくて、もうちょっと、教授が、とうとうと、学生、沈黙した学生の前で、とうとうと、教授が、朗々とその講義をする。そういう、昔のフランスの大学の光景を、まあ、思い浮かべろって言っても、まあ、そういう講義を受けたことのない人は、ちょっとイメージできないでしょうけども、まあ、ジャクラ・ミエルなんかも、そういうスタイルをまだまだ保持していましたけども、まあ、ジャクラ・ミエルの講義なんていうのは、聴講者が、数百人来るわけですね。大教室ですね。大教室で、に、聴講者が、まあ、学生もいますし、それから僕みたいな留学生もいましたし、それから分析家ですね。分析家たちも、来ることができる人たちは、みんな集まってましたね。で、数百人入るような、大教室がほぼ満員になる。で、そこで、ジャッカル・ミネルは、もうまさにこう、とうとうと、語るわけですね。まあ、質問なんか、まあ、質問許すような雰囲気じゃないわけですね。で、ジャッカル・ミネルは、そのまんま、その彼が語ってることを文字起こしして、まあ、それがそのまんま、こう、テクストとして、読むことができる、そういう、語り方で、約1時間半ずっと語り続けるわけですね。あれが、まあ、ですから、まさに知ですね。知が、語ると。で、大学のその、この知が、エスズがその大学の教師だというふうに捉える場合に、そういうような、ジャッカラ・ミレルの素晴らしい講義をすることができる教師ですね。で、このプティッタはですから、その学生になるわけですね。学生になる。大学生。で、しかし、このエスドゥは知は、このプティッターの穴を完全に解消することはできないわけですね。このプティッターというのはですから、知のない、要するに無知な学生たちなわけです。この学生たちの無知を完全に解消することはできない。その意味で、エデュケ、あるいはそのエアチーンの、不可能ということが、言われています。この、大学の言説の構造における、不可能ですね。この知が、このプティッターの穴を解消することは、不可能である。で、じゃあ、このアンピーソンスはどうかというと、エスアンとエスバガイですね。で、これはですから、その、このエスアンはそのファロスなわけですけども、このファロスはしかし、結局はその張り子の虎に過ぎないので、エスバレは、このエスアンによって、エスアンを越する。あるいはそのエスアンによって越することはできない。このファロスはですから、まあ、不能なファロスなわけですね。そこにですから、この、アンピューヒソンスがあるということなんですね。このエツの、ラバリエールドルジュイソンスという表現、これも多義的な表現なので、エツがあって、エツそのものが、障壁になっている、バリアになっているという読み方もできますけども、でもそれではちょっとアンピューヒソンスと、関連づけることができないので、むしろその、ジュイソンスができないことという、バリア、
そういう意味にとっとかないと、ジュシャンスとアンピシャンスの関連付けができなくなっちゃうんですね。ジュイスタンスを得ようと思うんだけども、しかしそのジュイスタンスを得ることができない。それがバリアになってるんだと。そういうふうに読まないと、このアンピスタンスという語は理解できないですね。ですから、このエスバレ、欲望は、このファロス、家父長ファロスとしてのエスアンによって満たされ得ないと。で、実はこのファロスは、不能なファロスであると。それがこのアンピスタンス。で、分析家の言説における、このアンポシビリティとアンピスタンスは、じゃあどういうふうに、捉えることができるかというと、分析家の言説においては、やはりこの、プティッターが、これもちょっと分離しちゃってるんで、ちょっと見づらいかもしれないですけども、プティッターはとにかくこのエスバレの穴を、解消することはできないわけですね。まあ、できないというよりも、むしろこの、分析家の言説においては、このエスバレの穴の還元不可能性がまさにそのものとして、立ち現れてくるわけですね。で、プティッターは、この、地とともに、分離して、この穴を、ここはですから、メビウスの帯になるわけですけども、メビウスの帯としての、ここで、示すと、ですからこの S1 と S バレが、この S1 がメビウスの帯の曲面を成しており、この S バレがこの縁を成しているわけですけども、そこから、ティターとエスドゥは分離して、もうこれはもう用なしのものになるんですね。ゴミとして捨てられる。で、そして、このメビウスの帯が、のエッジがここに立ち現れてくるんですね。開き出てくる。開出してくる。ハイデガーが用いているアウフゲーンという動詞があるんですけども、それをアウフ、開くですから、開き出てくることとして、開出と訳したいと思うんですけども、ちょうど、ラカンの、フォークリジオンを締め出し、閉出、締め出すと、いうその、閉出の逆の表現として、閉じて出すんじゃなくて、開いて出てくると。ということとして、アウフゲーンを解説でしておきたいと思うんですけど、それがまさにこの、エスバレの、が、穴のエッジとして、開き、出てくることですね。でも、分析家の言説に至ると、ですから、この、ランポシビリティはまさにその不可能として、言ってみれば、この証明されるわけですね。不可能の、それこそ不可能の証明ですね。ゲーデルの、不完全性定理のように、不可能であることが、証明される。ゲーデルの、出発点はですから、ある形式論理学的なシステムが、完全である。要するに、あらゆる命題が、その K に属するあらゆる命題は、証明されうる。そのことを、出発、証明しろというふうにヒルベルトから課題を与えられて、ゲーデルはその、考えを始めたわけですけども、思考、考え始めたわけですけども、しかし、行き着いたのは、そのヒルベルトが、命じたように、完全であることを証明しろと。で、はい、完全であることは証明できましたと答えたんじゃなくて、いや、それは完全であるということを証明することは不可能なんだ。そういう答えをゲーデル出してるんですね。不可能性を、ですから、ゲーデルは証明した。それとまさに同じことですね。この穴を塞ぐことは不可能なのだ。どんなプティッターをもってしても、この穴を塞ぐことはできないと。その、不可能性、
の証明が、まさにその分析可能言説の構造になりますね。最初ですから、この、支配者の言説ですね。支配者の言説においては、このピーターは、S 払いの穴を塞ぐことができない、そういう意味での不能、アンピーソンス、だったわけです。このアンピーソンスですね。不能であったわけですけども、この S 払いと欲望と、それからこの常用列との関係は、常用列は、この S 払い欲望を、満足させることはできない、アンピーソンス、不能であると、されていたわけですけども、分析可能言説の構造に至って、ですから、このむしろ、ピーターがこの S 払いの穴を、塞いだり隠したりすることは、この不可能であるということが、これ証明されるわけですね。不能というのは、このできるはずだけどもできないなと言って、まあ、悩んでる状態ですね。ですから、この、まだそれは、もしかしたらできるのかもしれないという、一抹の可能性を包含しているわけですけども、この不可能になると、いや、それはもうとにかくできないのだよと、不可能なんだからしょうがないんだよというふうに、まあ、もうそれこそ諦めがつくことになるわけですね。この不能であるうちは、いや、まだ例えばその、バイアグラを使えばなんとかなるかもしれないみたいな、一抹の希望を捨てきれないでいるわけですけども、不可能になっちゃえば何を使ってもどうしようと、できないことはできないと。まあ諦めるしかないわけですね。それがですからこの不能とこの不可能の関係になってきます。ですから不能である、不能であることを言ってみれば、その悩んでる状態からもう不可能なんだから諦める、そういう状態を持っていく。これが精神分析ですね。フロイトはフロイトの時代ですね。フロイトの時代、インポテンツですね。心的な原因による、心因性のインポテンツによって、精神分析、にやってくる患者は、多いと言ってたんですけども、フロイトの時代ですね。まあ、当然ながら、バイアグラみたいな薬がない時代ですから。で、そして、まあ、まだ道徳的に非常に厳しい、性道徳がまだ厳しい時代でしたから、そうそう娼婦を買いに行くこともできないし、それからまあポルノグラフィーといったって、簡単に今みたいにインターネットで、手軽に見ることができる時代ではないので、で、そしてまあ娼婦を買いに行けば当然その、梅毒をうつされる、性病をうつされる危険性があるので、そうそう処方を買いに行くこともできないと。で、そんなんで、まあ、その、不能に陥った、男性っていうのは、まあ、もしかしたらですが、その、今みたいに、どぎついその性的な刺激があれば、その、不能を、解消することができたかもしれないわけですけども、フロイトの時代はもうしょうがないんで、この心的な、インポテンスを、治療するために、例えば精神分析にやってくると。まあ、のどかな時代ですね、言ってみれば。で、そういう書き出しで、愛情生活の、心理学っていう、1912年の、論文を書き始めているんですけども、で、まあ、フロイトはですから、このアンピーソンスを、まあ、なんとかして、インポテンスを、治そうというふうに努力したのかもしれないですけども、まあ、でも、結局このインポテンスをもうどのように解消することができるかっていうと、いや、それは不能な、不能なんじゃなくて不可能なのだというふうに、気づかせると。それが、まあ、本当の精神分析ですね。まあ、残酷といえば残酷ですけども。でも、まあ、いつまでも、そのことに、性的なポテンスにこだわってる、いないで、まあ、不可能なんだから、はっきり諦めをつけなさいと。で、まあ、そのことに、しかし、まあ、絶望する必要はないのだよ。例えば、シブリマシオンがあるのだと。
消化があるのだ。欲望の消化ですね。まあ、そっちの方で、頑張ってくださいみたいな、多分そんなことをフロイトは言ったのではないかと思いますけどね。で、まあ、それが、以上が、まあ、ですから、この不可能と、それからその不能のに関する説明ですね。あと、まあ、ディスクロードリステリック、ヒステリカの言説においては、ラカンはこの、ヒステリカの、この関係は、フェアデジレであると、欲望させるという関係だと。この支配者の言説がこれがですから、支配者が奴隷を、支配するですね。でそれから、大学の言説が、地が学生を、まあ、教育する。まあ、教師ですね。教師が学生を教育する。で、そして分析家の言説は、分析家がこの患者を分析する。主体を分析する。で、そういう関係であるのに倣って、このヒステリカの言説においては、この主体が、あるいはその欲望が、主体が、まあ、この S 案をフェアデジレ、欲望させるという関係だというふうに、これはセミネルの17巻の中で言ってるんですけども、ということは、まあ、この、本当はこれ、エスバイレが、ヒステリカの、不満足な欲望なはずなんですけども、この、ヒステリカの、エスバイレとしてのこのヒステリカが、この父ですね、この S 案はこれ父なわけですけども、を欲望させると。それが不可能なのだ。というふうに言ってる。まあ、これちょっとなかなかイメージがつかみにくいですが、まあ、いずれにせよ、その、ヒステリカの言説においては、この S バレが、この S 案の穴を、解消することはできないと。不可能である。まあ、そういう構造になりますね。で、そして、S バレ、S ズとティッターの関係は、アンピッションスである。これは地がこの客体を完全に知ることができないという状態ですね。まあ、そのようなふうに、読むことができると思います。で、まあ、とにかくこの、四つの言説の一番重要なところは、ですからこの構造転換ですね。一番重要なのは最終的にこの大学の言説から、分析家の言説への構造転換、が分析の集結において生ずるのだ。そこの部分だけ取り出すとこうなりますけども、大学の言説から分析家の言説への構造転換ですね。で、これがですからその精神分析の過程はもっぱら、このことに存じますね。精神分析の過程っていうのは、大学の言説の構造から、分析家の言説の構造への構造転換を、生ぜしめること。で、この大学の言説の構造におけるこのプティターは、ですから、その症状のシニフィアンということなんですね。症状のシニフィアン。で、この症状を、ですからその、除去するわけですね。症状のシニフィアンを、捨てさせると。あるいはこの、プリデュジュイですね。常用説の客体。要するにそこに、ですから、フロイトの表現で言えば、固着が起きてるわけですけども、この欲望は、このプリデュジュイ、その前世紀的な、その前オイディプス的な客体に固着している。この構造を解消するわけですね。分離してやる。で、そしてこのシニフィアンメイトクは、長自我、イーバイヒキであるわけですけども、このイーバイヒキの支配からも、この主体を解放すると。で、それはどのようにしてかというと、この S1 は、書かれないことをやめない、その不可能なものであると。
そのことを、まあ、証明するというか、その気づかせるわけですね。悟らせる。この S 案の、その長自我の命令に、いつまでもその奴隷のように従っていては、結局、どうしようもないわけですね。まあ、罪からも解放されないし、その隷属的な関係からも解放されない。で、この S 案の長自我の支配に屈してる限りは、結局、この上越からも、上越への固着も解くことはできない。むしろこの S 案が、越せよと命令すればするほど、この上越への固着が強まり、この上越としてのオブジェクティッターがどんどん反復強迫的に増殖してくる。その状態から、抜け出ないといけないわけですね。その状態から解放されることが精神分析を目指すところですけども。だからこの S 案とこのプティッタ言ってみれば、セットになってるわけですね。まあ、この穴とその穴のエッジ、穴を塞ぐものと穴のエッジにおいて穴を隠すものと。これは、一揃いになっていて、で、こっちの S 案に関しては、これは、不可能なものとして、書かれないことをやめないものの座に、締め出す。閉出する。で、そしてプティッターは、もう用なしのものとして、捨て去る。この過程が、精神分析の過程ですね。で、この穴が現れ出てくると、結局この、穴がどうして塞がれてたかというと、それも穴がふさ、あの、口が開いたままだと、不安が起こってくるので、どうしても穴を塞ぐ必要があったわけですけども、この原初の穴は、この穴が開いたままでは、これは死の穴であり、あるいはその無の穴であり、あるいはその罪の穴であるわけですけども、それが口を開いたままでは不安であるので、ですからこの S 案によって、イデア的なものによって、どうしても塞がざるを得ない。で、しかしこの塞いでしまうと、この S 払いそのものは、排斥されてしまう。まあそこがまあですから、悩ましいところなわけですけども。で、この S 案の穴塞ぎが、完璧であれば、まあそれは言うことはないんですが、絶対まあ完璧ではありえない。で、まあ、S 案を強化すれば、するほど、しかし、このプティッターの方が、症状の方が強まってくると。こういう、まあ、にっちもさっちもいかないような状態、陥ってしまう。まあ、それがこの大学の面接の構造であり、この、異常の構造なわけですけども。でも、それはもう、とりも直さず、この穴が口を開いていた状態が引き起こすこの不安に耐えられないからですね。で、精神分析の過程は、ですから、この穴が口を開いてきている状態が起こすような不安に耐えることができるように、すると。そこが、ですから、その精神分析の過程の一番肝心なところですね。穴をもう塞ぐことも隠すこともできないのだ。で、そしたらもうこの穴が引き起こしてくる不安に耐えることができなく、耐えることができるようにならなくちゃいけない。で、それも、一朝一夕でできることではないので、まあ、時間がかかるわけですね。何年間か時間がかかる。この穴、口を開いてきた穴の不安に耐えることができるためには、耐えるようになれるためには時間がかかるわけですね。で、あるいは、まあ、この間、ちょっとお見せしたように、この穴を、単純なこの穴としてでなく、むしろこの穴のエッジから、三つ葉結びですね。トレフォイルノットを言ってみれば、クリエイト、創造するんだ。クリエーション。この単純な穴のエッジじゃなくて、このような、
結び目を創造すること、作ること、作り出すこと。これが、言ってみれば、無からの創造ですね。クレアシオエクスニヒロ。それこそが、分析の終結であると。まあ、単純にですから、この穴が開いてきて、その穴の不安に耐えるというだけじゃなくて、まあ、ラカンがですから、そのセミネールの第25巻において示唆しているところでは、この穴のエッジから、この一つの結び目を作ると言ってみるんですね。で、それこそが、精神分析の終結における、シブリマスヒョン、消化、を、まあ、言ってみれば象徴するものになる。で、それが、ですから、その精神分析の終結だと。まあ、そういうふうにも、言うことができます。まあ、ですから、ここでは、この図では単純にこの穴が口を開いてくるというだけのことになってますけども、まあ、ラカンの一番最終的な結論としては、単純に穴が口を開いてくるんじゃなくて、一種のその結び目を、作ると。で、この結び目っていうのは、ですから、結局は、芸術的な創造の、最も本質的なことを、示してますね。芸術的な創造っていうのは、言ってみれば一つの、結合を作ることですか。何らかの結合を作ること。そうで、さもなくば、このバラバラになってしまうような要素を、一種独特の仕方で、つなぎ合わせ、結び合わせ、結合させることですね。それによって一つの作品というのが、芸術作品ができるわけですけども、その芸術的な創造の最も本質的なところを最も単純な仕方で、まあ、目に見えるような形で示しているのが、この三つ葉結びである。トレフォルノットであると。ネドトレフィンである。そういうふうに、言うことができるだろうと思います。はい。で、じゃあ、今日は、ここまでにしておきます。で、じゃあ、質問のある方は、どうぞ、ご自分のカメラとマイクをオンにして、質問してください。